吉田さん、いや遅いよ。ごめん、遅いよ。遅いって、デブ。遅いよ。急に悪口した。急に悪口したな、お前。第2回です。やっと。やっとの第2回。やっと。バナナウォーター、ね、第2回、やっとできたね、もうね。やっとだね。皆さん覚えてる、ね、1回目の放送の時にね、俺が、ね。うんさすが1回目観客ガラガラっつって日村さんがこれからこれからっつったけど、ね、今日もガラガラいやだんだん伸びてくるの今からみんな通りたい今日はさ、うん、ラジオでバナナムーンゴールドがやる日だからさ ね,、うん、ねその前に、ね、バナナマンがやってんじゃないかっつって勘違いしてもらえれば、うん、勘違いした2人があっちげえじゃねえかっつって帰ってったんだね多分ねこれあっ、うん悲しいんだよ、そういうの。悲しい。下さん、すげえ悲しいよ、これ。悲しい時いや、できない。今、ちょっとやろうとしたけど、なんか、中途半端なぶるみたいな。なんか。日村行きまーす。やろうとしたら似てんじゃないか。似てねえじゃないか、ちょっと。バナナウォーターさあ、それじゃあ、そんなね、やっと切ってくれたお題、日村さん、はい、お願いします。後輩にブチギレした後に尊敬される方法今ちょっと忘れちゃったのに今結構ふわふわになっちゃった。なんか始まりもそうだったから、あれ聞こえてたのこれ。あわ。だから、あれでしょ、お題が、だから、ブチギレした後に、尊敬してもらえる方法っていう、うん。あ、違うよ。超キレても最終的に後輩に尊敬される方法ベスト3。うんぶち切れてこう、尊敬してる。そいつおかしいやつだよ。全然違う。本超切れてる。かっこいい。そんな意味わかんない、意味わかんない。編集で、はい、こうカットの。こうカットで。バナナウォーターじゃあ、今回のお題は、超切れても、最終的に後輩に尊敬される方法ベスト3。はい、今初めて言いましたね。はい、今初めて聞きました。はい、でも切れた後ってさ、超切れるんでしょ。超だから超切れる。ブチ切れでしょ。ブチ切れな。ブチ切れ。じゃすることあるだって。な全然いやないけど。ブチ切れなんてさ、だってさ。何言ってんだよとかぐらいじゃ全然ダメってことでしょ。だからそうですよ。だから出会ったんだよ。ああ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 だまるちゃだ戦うなこれいやちゃちゃやばいちゃちゃいやもうそんくらいでそんくらいもうだから長州さんのためにはあたかえこらっつって言うから人気出たとの後に尊敬される方法でしょ、うん、そうそうそうでそれこそ超切れってさっきみたいに切れて、うん、なんで俺めだっつって全部言うことを言ってから、うん、切れてないですよっていうのはそう、うん、だからたまたかめからお前何やってんだお前たかめいや切れちゃうな。それはただのモノマネじゃん。違う、そうじゃない。長州さんしかただのモノマネじゃん。だからあれだよな、お前てめえ何やってんだこの野郎、お前ちゃんとしろこの野郎。すみません、すみません。なるわ。分かってないからね。
消すじゃねえてめえこの野郎。いや余計切れる余計そう後輩が最低後輩が最低それ後輩が最低それ後輩が最低それそれ別の感じになっちゃった後輩テスって言っちゃったらおしまいも持ってきて持ってきてそうミスターテスミスじゃねえそうミスじゃないミスじゃないいやせっかく先輩が怒ってないよって言ってくれてるのに、はい、テスって言ってお笑いしちゃったら余計切れちゃう余計いやテステスいやテスじゃねえよテスじゃねえテいやテスじゃなくていや怒ってないよで終わねえよバナナウォーター今やってみたけど尊敬しないよね別に、うん、尊敬はしないよただ尊敬をさせるってなかなかだよ。うん、安心はする感じはするけどね確かに、まあ、うん、この先輩バカなんだなって思ったそうバカなんだなっつってバカなんだな、うん、相談するんやけどなめられるやつだよなめちゃうやつ、うん、それなめちゃうやつなめちゃうやつ、うん、ほんとベロンベロンなめるそいつ、うん、すげえなめるよいやベロンベロンにはなめないなめ違いだけどなめ違いだけどいやなめ違いどうだろうね、なんだろうねだからやっぱさ褒めるってのはやっぱりあるかもね褒める褒める切れてからすげえ褒めるすげえ褒めるすげえ褒める、うん、なんか情緒不安定じゃん超切れて怒った後に褒めるのいやあのてめえこらお前、うん、ちゃんとしろお前この野郎ごめんなさいお前バカ野郎この野郎お前はすげえかっこいいけどお前さありがとう。おい、スタイルいいし、この野郎この野郎この野郎いや、ちょっと待って、ちょっとすげえ頭おかしいな。かけて言われるよ。そうだね。日村さんにすげえ怒られたんだけど、なんか怒ってた人に褒めて、あっちなんじゃないのみたいな。そうだね。そうだね。そうだね。なんか、ちょっと頭おかしいね。やばいっすよね。お前、あ、だから、これはあれだよ、お前バカ野郎、お前、ちゃんとしろよ、お前バカ野郎、お前はでもすごい頑張ってるけどな、これすごい、フォローを入れるっていうのはあるよね、でも、これ、そうそう、これすげえ、うん、そうそう、お前すげえかっこいいけどなって、ちょっと違うよ、褒めると違うよね、そう、すげえ頑張ってるの見てるけどなって、この野郎。褒めるっていうかフォローを言えるかねフォロー、うん、頑張って見てるけどなってもあれだよこうちょっともう抱きしめるぐらいのこのねバカって、うん、だからこれはちょっと抱きしめられても、うん、ちょっと違う気持ち悪い尊敬させなきゃいけないんだよって気持ち悪いって汗びちゃ汗びちゃってこいつ気持ち悪い気持ち悪いおいいやで、後輩までゲロ吐いちゃう。すげえ言われる。すげえ言われる。すげえ言われる。怖え、なんか。でも、疲れちゃってくれ。いや、もう、そう抱きしめた時点で、ちょっと泣いてほしいけどね、うん、ちょっとね、うん。ありがとうございます、先輩みたいな。いや、でも、それは先輩にも、うん、先輩によるよ。日村さんみたいな先輩に抱きつかれたら気持ち悪いでしかないもんだって。あ、そうか。まあうん、まあカイザーだったらカイザー下だったら多分いいかもしれないけど、うん、ちょっと俺だとあれかじゃあベチャって言うんだろう絶対ベチャベチャベチャはまあ確かにすげえその前に切れてるからね、うん、そうだね叫んでるからもうベチャベチャでしょ、うん、そうベチャベチャだね多分うん、お前この野郎って言ったらベチャってなって髪の毛とかについて最悪だよそれねでめちゃってなっちゃったからあなんかごめんなって言って、うん、俺こんなやつなんだけどよろしくなっつってあ、うん、尊敬されねえな尊敬されないなされねえな尊敬されないねされないね、うん、多分蔑まれるねなんかっていうかねこのお題はさ30分で決まるかな決まんないと思うもう半分過ぎちゃってるかな少し失敗になってきたね3位すら決まってないんだからうん、そうだよねでも3位あたりにさ、うん、とりあえずうん、フォローを入れるって置いとくじゃんじゃあ怒った後にフォローお前すごい頑張ってるけどな、うん、頑張ってるのを見てるけどみたいな、うん、そうじゃあフォロー、うん、フォロー3位フォローねとりあえず、ね、3位フォローとりあえずフォローね、うん、とりあえず、うんうん、2位あと何だろうすっげえ怒るんでしょ2位ね
すげえすげえだ、超切れてもだよ、超切れてもだ、超切れてもだ。お前何やってくれてんだこれ、お前俺言ったじゃん、ちゃんとやれってさ。すいません、あ、すいませんねえ、すいません、はい、あ、ごめんなさい、俺言ったよね、ちゃんとやれって。 あ、はい、はい、すいません。なんでできないかな、なんでできないかな、すいません、いやーもうダメだ、はい、え、俺もう期限間に合わないよこれ。え、あ、すいません、ああ、なんかもう私全然、いやもう、え、なんて、いや頑張ったんですけどちょっとできなかったです、すいません、がん、うん、頑張ってますけど、できなかったら意味がないんだよ、頑張って、すいません、申し訳ないです、すいません、あ、ごめんなさい、申し訳ございません、すいません、頭下げろこの野郎。ちょっと待って、ただ俺怒られてるだけ。ただ俺怒られてんの。すげえ怒られちゃったよ。頭下げろっつってる。あ、謝り方がムカついたからな。あ、ごめん。先生みたいな。感じしてない。あ、ごめん。ごめん。申し訳ございませんでした。すいません。すげえ今、頭ゴンっつって。すいませんでした。あ、わかった。俺わかった。うん。うん、今みたいに、うん、もう頭下げろこの野郎っつって下げるじゃない、すいませんでした、頭下げろお前この野郎、すいませんでした、はい、こう頭下げるってことはこう、うん、図が低くなってるわけ、うん、後輩はね、うんうん、で俺その図目線に合わせて、うん、しゃがむわけ俺、こうやって後輩、うんうん、で目を見て、うん、いいよ、ちょっと待って、でも俺のね、うん、想像の中でうんこ座りが出てきたんだけど、そうそうそう、うんこ座りしたもん、うんこ座りで、で、うんこ座りで下見て、でクイッて頭髪を引っ張ってこう見て、うん、もういいよみたいな感じが、いいや怖え、すげえ怖え。尊敬はしないよね、まあ、ビビるだけ、尊敬しねえけど絶対に逆らわないと思う、うん、その人逆らわないと舐められない、怖え、絶対舐められない、舐められないやつ、うん、あ、そうだよそうだよ、尊敬はされないよね、今日は尊敬させないとダメだよね、難しいね、そう、尊敬そうだね、怒った時の直後じゃなくても別にいいんじゃない、それは、あ、そっか、怒って次の日とかに、うん、超キレるわけ、あのその、うん、ね、怒るときは、うん、ああ、期限今日だよな、お前何やってんのずっとこれ、はい、はい、すいません、申し訳ございませんでした、先週から言ってたら今週中に終わるぞって、金曜日何やってたんだよな、すいません、やれよ、申し訳ございませんでした、すいませんでした、超怒られちゃったよ、あ、おはようございます、あ、日村、はい、ちょっといい、あ、はい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 、いやまあ先週な、お前のことすげえ怒っちゃったけど、うん、うん、まあ多分俺にムカついたと思うんだ、あんだけ言われてね、けどね、そのムカつきを今日からバネにしてさ、あのまた仕事にね励んでほしいな、俺はつって缶コーヒー渡す、どう、ああもうそれいいじゃない、で、あの後から何回、うん、後から缶コーヒーって、後から缶コーヒーじゃあ第2話後から缶コーヒー、じゃあ後から缶コーヒー後から缶コーヒー後から缶コーヒー、いい、今言いながら、言いながらねえ、うん、言いながら、そうそうそう、そが頑張ってるのを知ってたぜ、うん、と、あと後から缶コーヒー1位、そう、期待を込めて怒ったんだよっていうのを、そうだな、うん、お前はバネにできるやつだと、いい、うん、そう、リアルにいいやつ、後日リアルにいいやつ、うん、そうそう、後日に、うん、そうだね、うん、
うん、これ1位じゃん、とりあえず1位かもしんねえそれ、うん、2位じゃねえなそれ、1位だね、うん、それで、それ以下で俺なんかねもうひどいこと考えてたのにずっとあのねいや、うん、缶コーヒーぐらいだったらいいけどさ、うん、あのなんかあの怒られたからとか訴えられて、うん、だからなんかすげえ誓約書書かせるとか、うん、なんかそんな感じのことずっと考えてなんか誓約書書かせちゃうんだよ、尊敬しないよそれ、うん、そうだよね、そうだね、そう、うん、いや、どうしてもね、俺ね、あのね、現金が頭にさ、浮かんでて第1回から現金頭から離れない、そうだよね、なんか、うん、あの金でどうこうしようとする、日村さんみたいな男が金でどうこうしようとするいや、だって、あれ、ほら、舐められフェイスだから、やっぱり、それみたいなやつって、ね、どういうこと、舐められフェイスって、ベロベロって、いや、いや、下野さんは舐めるフェイスだと思う、ね、舐めるフェイス、どういうこと、舐めるフェイスとか舐められフェイスいやだからじゃあほら、うん、下野さんはほらあのあんまりいじられ、うん、あのまあ、タカさんとか別にそうか、うん、あなるほど、ね、あんまりあの、うん、いじられることないよね、はい、うん、そう俺はそういうのみんなやっていいみたいになってるじゃん、なんか、うん、なんかわかんないよ、うん、でもそれは芸人としてはやっぱ美味しいじゃん、うん、日村さんの、いやもう美味しいけど、いや美味しいよさ、うん、さだから俺だけなんか憧れるわ、バナナウォーター、お前今どう住んでんだっつって、うん、あ家賃いくらだっつって、え、いや家賃、家賃結構家賃ちょっときつきつ、3万5千円、3万5千円、おじゃあ、20万の部屋を用意しました、うん、ここに住んでください、この間ごめんなっつって20万なんて払えないです、いやいや違う違う、俺が、あの5年間払うから、うん、じゃあここに住んでください、何の契約逆に怖いんですよ何をされるんだ、結局金でどうこうしようとしてるんですよ、やっぱそうか、だって、うん、ね、ずるい後輩だったらもう利用されちゃう、あいつ怒ったら何かくれるっつって、あそか、じゃあダメだな、うん、怒ったら20万の部屋に何かね20万の部屋に今度は車だっつって、もっと怒らせてやろうぜあいつみたいな感じで、もっと怒らせて、怒らせてなっちゃう、怒らせてじゃあ誰かもう切れた瞬間にもう、うん、あのあれだよ、あのなるな、うん、おな、なんかごめんな、うん、違う、嘘だけど、嘘だもな、でもな、お前、これダメだって言って、いや、でも冗談だけどね、みたいな、ちょっとふざけるって、尊敬されない、ね。それなんだろうね、ちょいちょいサマーズみたいな、うんうん。ちょいちょいサマーズが始まるよ。そっかい。うん、嘘かいや、まあでも気をつけろよっつってちょっと笑いでね超仲良くなっちゃう、超仲良くして、超仲良くして、尊敬はされないよね、尊敬はされない、まあでも言うことは聞くかもしれないけどね、バナナウォーター2位、なんだろうな、なんか他にあるかな、尊敬でしょ、尊敬、うん、うん、なんだろうな、あの、うん、自分の弱いとこ見せるの、うん、思った後に、例えばだから、うん、日村、お前何やってたんだ、これずっと今日の資料、はいはい、お前がやってくんないと困るんだよ、あすいません、なんか、はい、俺も上から言われんの、お前がやんないと、ああごめんなさい、ああやばい、もうそろそろ社長から電話かかってきちゃうよ、ああごめんなさい、もうすぐ急いでやります、急いでやります、いやもう間に合わねえよ、どうせ、あ間に合う、あごめんなさい、いや大丈夫、頑張ってやります、頑張ってやる、ほんとすいません、いいよ、あ電話かかってきたから、ちょっと静かに、あはい、あもしもし社長、いやあのその資料のことなんですけど、あはい、いやあのちょっとあの、いやあの日村がどうこうとかじゃなくて、あのちょっと僕の指示がちょっと甘くて、あのダメでした、いや日村は悪くないです、僕のミスです、はいはい、申し訳ないです、申し訳ないです、あ気をつけろよ、あ先輩ありがとうございます、あなる自然に言っちゃった、俺自然に、うん、すげえ自然に、これじゃない、じゃあもうそれだね、これなんだろうね、でも
これ なんだろうね。電話謝る。違う違う。電話謝る。電話謝る。電話謝る。なんかバカみたいじゃない。電話謝る。いやでもその前に後から缶コーヒーってあるからさ。後から缶コーヒー。ちょっと考えたらバカみたいな。今回はこのような結果になりました。バナナウォーターでは2人にベスト3を決めてほしいテーマを募集しています。概要欄に載っているマシュマロかコメント欄よりどしどしご応募ください。それではまた次回お会いしましょう。